どうも、西田航です。えー、本日なんですけれども、R5M2 を10日間使用してみて感じたことっていうお話をしてみようかなと思っております。えっと、先ほどね、えっと、今日、もう当日の当日収録で、8月19日の月曜日なんですけども、この収録はね、多分配信も8月19日の夕方6時にしてると思います。で、まあ、渡れくックス一発なんですが、えっと、先ほど返却しまして、キャノンさんね、ありがとうございました、キャノンさん。本当にいい体験。 えー、素晴らししいい体験をさせてたただきました最新のオートフォーカスそして、えー、顔認証による AIAI の AI による、まあ、トラッキング AF みたいなってとこですかねちょっとバスケットボールの練習風景試合風景みたいなのちょっと撮ってみたりとかする中でほほうと「いやこういう形で来てんのかと」とこの人を狙いたいって決めたらもう本当ある程度カメラが。 あの追っかけてくれるんですよ、ね、ほ,ほとんど、うん、かなり精度高かったんじゃないかなその顔に関しての認識が。でこれまだ R5M2 が、まあ、ファームウェア1.00なのでここからはもうあのファームどんどん上がっていきますよね。でキヤノンっていたいファーム1.4つあ要すると1.8とかで全然激変したカメラになったりしたのでで R5 自体も1の方もファームの2.0台,台だったかな。 ぐららいで熱もさらに強くなったりしてオートフォーカスに関してはそこまで激変した思いではないですがまあそれでもまあ悪くはないところだけどまあプロだったら R5 だったら 1DXM3 だよねっていうイメージで、えー、多分スポーツ撮影とかしていたと思うんですよね、まあ、R3 でっていう。ですが、うん、まあ,あの今回の R5M2 は明らかにプロのスポーツフォトグラファーもまさに R1 の r のー サブ機として使う人もいるんだろうなって思えるぐらい素人まあ動き物を取る素人のレベルの僕でもまあ画角にその対象の人物を入れ選手を入れ押,せ押,し押しさえすればいやかなり取れていたのではないかなとでシャッタースピードさえ稼いでおいてで驚きだったのがそのシャッタースピードを稼いで やっぱり1250分の1ぐらい撮ってみたんですよ。まあ、バスケだし、その瞬間、ボールのリリースした瞬間とかも欲しいから、そのぐらいの、まあ、大体僕1250分の1なんですよね。動き物撮るときで止めたいってなると。まあ、多分、うん、そうですね。まあ、これが合ってるかどうかも分かんないんですけど、僕はそうしてるんですが。で、そうしたときに、えっ、ー、と、まあ、止まると。で、えっ、ー、と、絞りも2.8,3.2ぐらいで、カメラがやって、最後はマニュアルモードで、 えー、2.8と1250分の1でシャッタースピードで最後 ISO はオートにしてカメラ任せにしてでプラスマイナスゼロですねなのでこの露出の精度も上がってるし本当昔だったらあちょっと引っ張られるからマイナス1にしとこうかなとかちょっとオーバー目でプラスにしとこうかなとかあったんですが R3 以降のキャノンの本当にこに露出を決める精度が高くて本当こう露出補正っていう概念がなくなったなっていうそれぐらい。 オーートメーション化が進んでるかなと思います。この R6 マーク2もしっかりですがなのでですね、うん、まあえっ、ー、とその上で ISO がまあやっぱり1250分の1で2.8だったとしても大体いい ISO が12800とか上がるんですよねなのでそこを考えた時にもまあまだ JPEG でモニターの段階でしか見てないんですがほとんどノイズを気にすることなくでクオリティも高くっていうところで R5 で今回 R5M2 の設定として JPEG に関してもノイズリダクションをオフにしてたんですよ。あえてカメラ側でさせずにその JPEG だったとしてもカメラが自然と出てくるノイズっていうのをちょっと見てみたいなと思う。ノイズリダクションが強くかかりすぎちゃうと、まあ、カメラ側でうまく収束させたりとかバネとはエッジが潰れてしまってノペットする可能性も出てくるのでできればそのもう素の そのまあなるべくローデータがまだ僕触れてないのでキャプチャーワンが対応してないので、ね、なのでなのでまあ、JPEG でもなるべく素っぽいデータっていうか素直なデータで見てみたいというところでノイズ切ってたんですがそれでも ISO12800 ではこのぐらい映るかと R5 時代よりも明らかにに12段ぐらいノイズ耐性強くなってる感じだなというふうに思ってみててごめんなさいちょっとこの収録の段階ではまだその。 大きな画面でね画像が確認できていないんですけれどもそれはまた後日追ってあの写真とともにね皆様にお伝えしようと思ってますのでその辺は何卒よろしくお願いしますにしてもまあ本当に綺麗な美しい写真が撮れるとそしてプラマイゼロで水銀灯か環境の良くないまあバスケットだと体育館で水銀灯あったり水銀灯 LED で炎色性悪い中でも まあ、オートホワイトバランスうまく保ちながら撮っててくれたりっていう感じでいやーなかなかにしてこれまず動き物がそんな感じですよねであとは2 8ミリのパンケーキの STM つけて撮影している中で,小でもあの福島県郡山でも撮影してきたんですけれどもまあやっぱり薄いパンケーキだけつけるとこのボディ持ち歩いているような感覚で持ち歩けますから大体8 0 0ム台。 ですかね 900g 弱なんでまあ本当に重さは感じないただまあやっぱグリップある分だけちょっとこうごついなっていうのは感じますけれどもとはいえもうオートフォーカスも強いのでさっさと取っていけるいそれもやっぱり非常になんか選べましたねやっぱスポーツの時は7200つけてこう取っておけばいいしじゃあちょっとスナップに出ようとかって思えばそれを外してもちろんが 28mm のパンケーキつけてこれだけでさっさっさと取るっていうなんでやっぱ汎用性も高いですしもう本当 あえてね、それで、郡山の市内のスナップも F14 とか11まで絞り込んでナイトスナップしてみて、かなり位相が上がるような設定にして撮ってみたんですよね。その辺のまあノイズ耐性みたいなところもどのぐらい JPEG ですが出てくるかっていうのも非常に楽しみだなと思ってまして。なんで、まあ今回に関しては本当に、うん、なんていうか資格がない。 えー、カメラにななっってているなーって感じですねあ今ちょっと JPEG も出てきましたがまあザラザラノイズはしてますが ISO4 万とかで JPEG でまあここしかもノイズえっ、ー、とキャンセリング入れてないでこのノイズだったら解像感が潰れないんですよね今回のキヤノンの r 5 m a r k II って ISO 以前だと2万5千0百3万2千とかになってくるともうディテールが潰れちゃって絵として成立してなかったのが 今回の R5M2 とかですと、あの、その、例えば線1一本一本の部分が最低限残ってるっていう、頑張って残そうとしてるみたいな感じですかね。なので、まあ、そうですね。まあ、雰囲気としては、でも F14 まで絞り込んでここぐらいまで3万で残ってればいいなのかな。あとは、それこそ必要であれば必要に応じてノイズキャンセリングかけていったりとかでもいいし。 ただこれは JPEG の情報でノイズキャンセリングなしのデータをで見てその情報ですからちょっとまだねあの語ることは大きくはで確定的な情報は出しにくいんですけれども明らかに R5 マーク1よりかは2の方が明らかに高感度体制も強くなってますしこれが多分リサイズで4500万画素を例えば2000万画素とか 1200万画素にギュッとリサイズすればその辺のノイズも潰れてくるんですよねだから本当に気にすることなくあとはノイズがちょっと気になる部分はシャドウちょっとコンタクトを高めて潰してあげることによって色の締まりも良くなるしとか全然使えるデータになっているかなとむしろそのノイズが出たところをモノクロに転嫁させてモノクロの作風としてまあ昔ちょっと荒れ,た荒れた粒子のような使い方をして運用することも可能だと思いますから これまたちょっと楽しみですよね。だから本当に普通だとあとバッテリーの持ちね。バッテリーの持ちに関してはやっぱりこのオンオフをまめにしてたっていうのもありますし、節電もまあやっていたってこともあって、本当、あの、1本しか持っていってなかったんですよね。良いバッテリーなしで。ですが、なんらそのスポーツ撮ってる時もそうですし、夜こう、そのまんま、まあ一応充電をちょっとしましたけど、なんで事あるごとに、まあ、モバイルバッテリーとかから、ここが USB-C なので、ずっと充電して、 で、また出るぞって、抜いて、撮ってっていうふうにすれば、もう、癖づけるというか、何かこう、カメラ置いたなってなったら、モバイルバッテリーから、もう基本充電しとこうみたいな感じで考えておくと、なんら問題なくいけるでしょうし、まあちょっとそのの耐久はしてできてないんですよね。その、モバイル、あの、モバイルバッテリーとか充電なしで、1本でどこまでいけるかみたいな。これは、自分の購入した実機が来てから、えー、バッテリー、 のの持ちであとやっぱちょっとウィークポイントとしては改めて R5M2 ってすごくボディも素晴らしいそして写りもいいボディにつけるレンズの部分ですよねもちろん RF マウントの RF レンズは相当数出てきてはいるんですがやっぱいかんせんどうしても K の大きさからここの K の大きさから太くなりがちなんですよね短くしても で短くした時に、えー、小さく短くして小さく軽くしながらも画質の担保をするようなレンズっていうところ径がでかい分ガラスは使いにくいんですよだから多分、えー、と RF の 28mm の F2.1 の STM とかのパンケーキレンズも多分、えー、とプラスチックの多分、えー、と非球面レンズが入れてあるはずなんですよねだからガラスじゃないっていう。ももちろんそれでも十分に、ね、映る ですけれどもなんかもう一個ね本当にこうクリアな表現とか求めていくと当たり前ですが L レンズになってくるとでいつも言っているこの L レンズで小さくてうついのいいレンズっていうだからサブチャンネルでも出したんですがやはり必然的にフォクトレンダーに我々スチルユーザーはフォクトレンダーの RF マウントに頼らざるを得ないのかなっていう。 ところですよねなので非常に映りのいい北東レンダーのレンズありますよね 50mm35mm、mm えっと、アポランターかあの辺が RF レンズで展開してきてくれてただそうですよねだからそこが多分 F2 のレンズぐらいだからまあキヤノンとしても。 まあ多分10万ぐらいなので十分にこうアマチュアの方は50の RF50 の1.8のマキ絵レンズが使えばいいですし我々ハー,ドハ,ードユーハードコアユーザーはそういったアポランターとかでマニュアルで、まあ、うついの異描写をで場合によってはそこの RF と連動するのでこのピンの部分がね拡大した時にシャッター半押しで等倍に戻ってくれると最高なんですがまあどうでしょうかねキャノンさんもこれ。 他のレンズマウントアダプター付けた時にも反応して戻ってくれるとこの機能だけはねほんとかたくなに2個も最近ちょこっとずつ Z9 で入り始めているのかなその辺がキャノンはかたくなに拡大した後のシャッター反応して元に戻すっていうモードを入れないんですよねこれが入ってくれるだけでもかなりユーザビリティ操作系がかなり変わるかなっていうところあとはあれですねこのピントを合わす時にマニュアルで あの露出プラス絞りにしなければ大丈夫って話もあるんですが露出だけにしてもなピントってどうだっけなちょっとあとで試してみようと思いますがまあその辺の,あのフォーカスを除いて EVF でフォーカスの取りやすさピントの山のつかみやすさ絞り込んだ時に全体的に EVF がのっぺりとしない確かに露出プラス絞りにしなければ露出だけにしとけばいいのかなちょっとこの辺も一回チェックしてみようかなっていうふうに思ってますが確か前他のカメラで。 R5 とかでやったときはダメだったような気がするんですが、ちょっとこの辺有識者の方、もう一回教えていただけると嬉しいかなと思います。これはあくまでもマウントアダプター、RF レンズではなくて、例えば LICA とかで、レイクオールとかのレンズ、マウントアダプターですね、他社のレンズマウントアダプターをつけた時のお話でございます。っていう感じでですね、まあ、ボディとしての R5 マーク i はもうほぼ完成形で、まあ、またこれから4年、4年間、 もう12分に使っていけるマシーンっていうのが分かりました。と同時にキャノンも多分最近では1台出したボディを非常に大切に使っていく作っていくメーカーになりますのでファームウェアアップデートも今後今1.00なのでこれは1.0出荷の時はもしかしたら1.01かもしれませんしということでどんどんファームウェアで別物のカメラに ななっていくかなとあと、ムービーに関しましては最後、4K30 だったら無限に回せると。8K オーバーサンプリング、4K だと約45分ぐらいっていう、そういった感じなので、僕の中では、まあ 4K、ただの 4K と 8K オーバーサンプリング、まあ、確かに 8K オーバーサンプリングが綺麗なのかどうなのかなっていうぐらいですが、ほぼ、まあこういうスタジオの状況下で見比べる上では、明らかに違うみたいな感じは、 なかったかなと。ただ、最近なんかこう、R3 で収録して、これオーバーサンプリング 4K、えっ、ー、と、6K オーバーサンプリング 4K なんですが、なんか、昨日見比べたら、やっぱ R5M2 の方が綺麗だったかなとかっていう風に、ふと思った節もありますっていうところで。まあ、この辺はまた、長くね、使っていく中で気づきが得られますから、一回使ってこうだって決めるの、断定するのはですね、非常に危ない情報になりますので、引き続き僕も、 まあいつ来るか分かりませんが、発売日もね、あのこの8月19日現在では、いつなのっていう感じになってますが、8月下旬発売でしたが、まあ、キヤノンもしかしたら、ね、今回、日本、日本価格としては相当激安価格で出してきてくれても、出してきてますから、円安の状況を考えみるとね。なので、日本に割り当てる台数どうしようってなってる可能性もなくはないのかなっていう、なぜなら、ハイパーバーゲンプライスで日本市場には出すってことで、 その辺のバランスで実機の割り当てを日本に割り当て海外との比率を今迷ってなかなか発売日決められてないのかなとか海外はね確か8月20日っていうふうになってるはずなんですけども日本はまだ出てないですよね海外にある程度割り当てて最後の最後に日本にっていう値段設定ですよね今回日本だからちょっとその辺もね我々日本人として日本のメーカーのカメラを買いたいんですがちょっとそういった意味では困ったもんですよねっていう形で 参考になれば幸いですチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますそれでは失礼いたします西田太郎でした